サザエ、田畑修一郎。私はもう何年か夏の海に遠ざかっている。海で泳ぐ快味は忘れはしないが、だんだん縁がなくなるようだ。私は日本海沿岸に近いところに生まれたので、幼い時から夏になるとほとんど毎日のように海へ入った。私の生まれた地方は中国地方の花崗岩の地質のためか、海岸はいわゆる白砂で、水もきれいだ。東京で羽田の潮干狩りに行って汚いのに懲りた。そのためもあるが、東京に住み着いてから11年ばかりまだ付近の海水浴場へ出かけたことがない。4、5年前にたった一夜、思いがけないことから海に入った。うちの女の子が小学校の夏季生活で外房州の地区来を行っていたのだが、病気だという電報が来たので慌てて出かけた。この娘は密の時に疫痢をやって死にかかったことがあるので、てっきりそれに近い病気だと思った。いろいろ心配しながらついてみると、下駄を履いて友達とそこらを歩いている。あっけに取られた。その年はひどい暑さだったが、ちくらはことに暑さが激しいように感じた。あまり丈夫ではないので、疲労熱を出したのらしい。安心したのと、ついでだからというので、その晩は子供たちの食堂に泊めてもらった。他に父兄が二人いた。私は慣れないところだったので、その晩とうとう眠れなかった。しかし、朝になるとカッと暑くなってきて、なんだか気が立っていたせいだろう、不眠もなんともなく感じた。その日夕方まで私は海で時間を過ごした。防波堤で小さな湾が作られ、その他へ泳いで出ると、波はかなり高く持ち上がって顔にぶつかってくる。岩もたくさんあった。波の強い時に岩の間を泳ぐのは多少危うい。岩に体を打ちつけられるのだ。しかし、私は幼い時から馴染んできた田舎の海を思い出して気持ちが良かった。ふわりと高く持ち上げられたり、低く落とし込まれたりしながら、何もない沖の方を向いて泳いでいくのはいいものだ。それからあの軽くやわい水の肌触り、そこが白い砂地だと波の揺らめきに連れていくつもの細い光のシワが元できらめく、日本海では土曜波はない。しかし、沖が荒れている時にはかなり波が高くなる。こういう時はあまり気持ちは良くないが、それでも沖へ向かって泳いで出たものだ。高くなったり、そこの方に低まったり、その度に陸が一望の中に眺められたかと思うと、急に頭の上の空だけになる。沖からかなりな奴が頭を持ち上げて、脅かすようにだんだんと近まってくる。剣刀で、乗り切れるかどうかを見る。中にはゆるくやってきて、いきなり頭の上から巻き込む奴がある。こいつでかいなと思うと、迫ってくる波の真ん中をめがけてまっすぐ棒のように潜って突き抜けるのだ。でないと、巻き込まれて、水の中で揉まれてしまうのである。まあこういう時はいわばは危うくて近寄れないのだ。しかし、波の静かな時は岩のところにばかり出かけた。サザエ、アワビを取るのである。あいつの巣を見つけることさえできれば、こんなに楽に取れるものはない。私はいつも友人のニミヒトで出かけたのだが、めいめいに水中メガネをかけて、岩から岩へ伝わっていくのであった。岩の側面や下側、海底などの割れ目を丹念に覗いていくのである。いる時には、その長細い割れ目の中にぞろっと列を作ってぎっしり並んでいる。
あまりたくさんだと大きいのだけを取るのだが、それでも一度では手にいくつも持ちきれないし、岩の上へ放り上げてはまた逆さに潜り込むのが忙しくて大変だ。ポカッと浮かび上がっては口を大きく開ける。また潜り込む。時々、友人と一緒に浮かび上がって、大急ぎで息を吸い込む変な顔を見合うことがあるが、それを笑っていられないほど忙しい。あの取り立てのサザエを岩の上に叩きつけて割り、むき身を塩水で洗って生のまま食べると、柔らかく甘みがあってうまかった。私はサザエは煮ても焼いてもあまり好きではないが、この岩の上で食べるのはうまいと思った。アワビはサザエほどたくさん取れなかった。アワビはもっと深い方にいるのだし、取るにはキムテイのようなものがいる。それも、急いでさっと差し込まないと、固くへばりついてどうにもならない。小さな矛で泳いでいる魚を追っかけつくのは、私もだいぶやったがうまくいかなかった。タコなら取ったことはある。こちらが見つけた時には、向こうもそれと知って、あの長い足をふわふわさせながらそろそろと岩の奥に逃げていくのである。サザエを探して、こいつにぶつかると、なんだかおかしくなって仕方がなかった。